ドイツとの国境を越え、車で1時間ぐらい走らせたところにリュルブイの町はあります。ドイツを車で走らせていると、ただただ広がる草原をよく目にします。せやけど、ルルブイの町にたどり着くためには、山道を越える必要があり、あれ、こんな山あいの道、私なんかよう知ってるなと思っていたら、日本でよく見る景色でした。Yeah, for three people. Dry. Three people. Yeah. I need jacket maybe to take off before going to the table. No, it's okay like that. Still have the choice. On the right of the room or on the left. As you wish. どこする?ここにする?こっちかこっちどっちか。こっちする?こっち。Have a great degustation. ルルブイは世界一小さな町と呼ばれています。そのとても小さな町はたくさんの観光客を魅了しています。ここはちょっと有名なお肉屋さん。あ、ソーセージがすごい。チョリソ?生じゃなくて。うわ。何なの花。うわ
ジャックスパロー興奮してジャックスパローって呼んだらキャプテンジャックスパローと呼べと言われました。これは映画を見てる人ならご存知ですよね。有名なワッフル屋さんなのかな。すごい。絵画のように美しい石畳。今いつの時代を私は歩いているのだろうと思わせてくれる建物。Thank you. 自転車来たとこあるけど坂から。